今日の「調べてみたら」の舞台は、警察官になるために必ず通らなければならない警察学校です。警察学校のイメージを街で聞いてみると、厳しい、規律とかがすごい厳しそうとか、なんか軍隊みたいなところみたいなイメージです。朝何時に起きて何時に寝るんだろうとか、ご飯何食べてるのかなとか。そこで本物の警察学校はどんなところなのか。厳しい訓練の日々を調べてみました。イットが訪れたのは東京府中市にある警視庁警察学校です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふっ、同行法の7条ちょっと開いてみようかな。警察官が知っておかなければならない法律を覚える座学などが行われ、警察官を志す22歳から31歳までの男女314人が6ヶ月間にわたって鍛錬に励みます。この警察学校の門を叩く理由は人それぞれで、白バイになりたいです。もともと白バイかっこいいなと思って入ってきたので。私が警察官を目指した理由は、SP がかっこいいなって思ったからです。大学でそのライフセービング活動っていうのをやってて、やっぱ人のためになることがしたいっていう。しかし簡単に警察官になれるわけではありません。だいたいやることいっぱいで時間を追われて、気づいたらああもう一日終わってるみたいな。怒涛ですね。警察学校の始まりは朝6時。まだ明かりのついていない校内に流れ始めたのは、警視庁の歌です。この音楽とともに起床しなければなりません。寮の部屋は4畳の一人部屋。起きたらすぐに、これからベッドの整理します。ベッドの布団をきれいに畳んでいきますが、厳しいルールがあるようで。たまに居室点検っていうのがあって、その時にちゃんと正規の位置になってないと、まあ散らかされると。教官の抜き打ちチェックがあるそうです。こうやってなんかシワ寄っちゃってるんで。どれがシワですか？なんかこうやってネジワ？ネジワっていうの？うっすらです。頭の方にもよくつきやすいんで、はい、よく伸ばして。こんなわずかなシワでも教官にやり直しを命じられるといいます。6時20分、急いで外に向かい、朝の点呼です。初任科第1326期、長田教場総員33名事故なし、現在33名。バカーン。毎朝全員の体調を確認します。それが終わったらすぐに掃除。1階から5階の掃除へ行くときは、階段で登らないといけません。怪我をしている時以外エレベーターを使ってはいけないというルールがあるんです。およそ15分間掃除をし、1階に戻る時ももちろん階段です。まあそうですね、日々訓練っていう言葉がある。
こは必ずみんな階段で移動します。どんなに時間がなくても階段です。7時からの30分間は自由時間ですが、ほとんどの学生は休憩することもなく、自主的にランニングや筋トレ。どうでした？きついっす。犯人とかそういう逃走者が走るの早かったとか言った場合、もし体力なかったら追いつけないし。トレーニングが終わってようやく朝ごはんです。レーンに沿って手早く料理を取っていきます。いただきます。いただきます。いただきます。無言で口いっぱいに頬張って5分余りであっという間に完食。1時間目の授業に間に合うようテキパキと移動します。時間ないです。降りるのも大変です。基本的に毎日時間ない。授業は1コマ80分。午前8時30分から午後5時15分まで毎日びっしりです。この日は交通取り締まりの実践的な授業。学生が警察官役です。標識を無視した違反者役に対し実際に切符処理をします。警察官役を務めることになったのは相座久志巡査。警察学校に来る前、相座巡査は警備会社に勤めていました。会社を辞めてまで警察官を目指した理由は、警備員は結局一般人なんで自分はいけないけど警察官はいける、その差が自分の中で大きかったです。強い思いを持って警察官になった相座巡査。交通切符の実践授業が始まります。違反をして警察官に止められた運転手役は教官が務めます。何何何何何、あ、こんにちは。全然わかんない。ここ巡回サイトじゃないですか。うん、そう。交通違反になりまして。嫌なの？ダメなの？バスなの？ここダメなの？ここまでは順調。違反者の質問にもしっかり答えられています。しかし違反者役の教官が質問を畳みかけると、これ何、違反点数なんてなの？それはですね、1点。それ俺なんかゴールドだかよくわかんないんだけどさ、1点何、はい、引かれちゃうの点数。累積なんでどうなっちゃう？いや聞いてんだよ、こっちが教えてくれよ。確認します。確認してよ。教官の質問に答えられません。さらにそんなのもわかんない、それ取り締まりしてんの？勘弁してくれよ。内容しか。やだよ、これ。そんなんで取り締まられるの？勉強不足じゃないの？切符の作成にも手こずってしまい、まだお前そんなことやってる間に取り締まりやれよな、ほんとな。時間かかりすぎてよ、他に違反者いっぱいいるんだろうよ、取り締まる違反者。時間かかりすぎだよ。想定以上に時間がかかってしまいました。ちょっとやってみて。難しかったです。やっぱり自分の勉強不足が分かりましたし。授業は午後5時15分に終了。その後は食事などの自由時間ですが、ここでも多くの学生が自習やトレーニングに励みます。午後10時半明かりが消え、厳しい一日が終わります。警察学校入学から5ヶ月この日行われたのは110番通報に対処する授業です。相座巡査が今回も警察官役に挑みます。
本 TV 了解しました。現状、走って現場へ向かいます。すると、いました。どらこんな見られてるんだ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？お父さん、お父さん、ここどこ？お父さんって俺、お前のお父さんじゃねえんだから。一旦、ちょっとこちらの危ないですよ。酔っ払っている人への対応訓練です。かなり暴れていますが、対応できるのか。おい、手帳見せろ。早く手帳見せろ。早く言ってよ。手帳見せろ。見せろ。ごめんなさい。はい、よいしょ。はい、手帳始めてみるわ。俺の待ち受けにする。写真はダメなの。なんで？寝転んでしまっても対応しないといけません。お家入れます？え、いいですよね。ご家族の方とかどうです？もう寝てます？パラッパラッパーだね。そうですか。じゃあ一晩警察署で泊まりましょう。そういうのまたあれでしょ。ここで寝てると風邪ひかないの。お前さん、そんなこと言っていきなり逮捕とかなんでしょ？保護です、これ。逮捕じゃないんで。相座巡査、今回はなんとか対処できました。関係する法律とかどう進めていくかっていうのもイメージはしてたので、交通よりかはうまくできたと思います。学生たちも様々な授業を経験し、日々たくましさを増していきます。しかし一方で、口々に苦手という授業がありました。私的には教練かな。教練苦手っていうか嫌でした。嫌だ。嫌です。教練、その授業が、飛び交い続ける怒号。教練とは、装備品の点検の動作や行進訓練などで団体行動を身につけるための授業です。警察官として必ずマスターしなければいけません。しかも警察学校の卒業前、はい、最後の点検でもあるのです。この訓練の意味を教官に聞いてみると、学生 の警察官の心を鍛えるっていう面が、一番大きいのかなっていうのがあって、ここで耐えれないものは現場出たらもっと厳しいですからね、一見揃っているように見えても、心身を鍛えるため、わずかなミスも許されません。この教練の授業でひときわ目立っていたのが、下を見るなって、森田、自信持って歩けよ。何度も教官たちから注意を受けていた森田洋平巡査です。走りながら方向を変える時も、一人だけ遅れてしまっています。別の日には、警察手帳をしまう訓練でも、教官の目の前で一人だけポロリ。卒業前の最終点検まで2週間。教練はたとえ雨が降っていても、てか水たまりなんか気にしてんじゃねえよ。はい、ここで一失敗したなと思ってカモに出すな。はい、はい、はい、
つも言ってるようにさ、練習してんだろ。自信持ってやれよ。はい、はい、やはり森田巡査、教練が苦手のようで。むずいっすね、しんどいっすね。難しいっす、はい。そんな森田巡査の支えとなっているのが、本気でもうやめようってなったのは私はなかったです。こんなしんどいのに面白いこともあったりとか、そういう人たちのおかげで、そういうのでまあ助かっております。6ヶ月寝食を共にしてきた仲間です。休日も仲間たちと教練の練習を繰り返します。森田がちょっと前かがみでなんか、だから森田だけ早い、なんか早いというかね、なんかみんな会ってるんだけど森田だけちょっと早い感じたから。なるほど、ありがとう。間近に迫る最終点検でうまくできるのでしょうか。2月28日迎えた本番の日。一応大丈夫。はい、大丈夫です。約6ヶ月間積み上げてきたこの教練、今日でガツンと見せていきましょう。素晴らしい教練にしていきましょう。いよいよ始まります。警察学校のトップである学校長が全てチェック。緊張はピークに達します。そして最初は、森田巡査が授業で失敗していた手帳の点検。出すのはクリア。問題はしまうとき。周りの学生たちが先に終わっていく中、森田巡査もなんとか無事にクリア。そして一番の難関は、教場の学生全員で行う訓練。全員で行進を揃えることが求められます。森田巡査、下を向かず前を見てできているように見えます。その後もミスなく進み、最後の直進です。無事に終了。最後に言い渡される学校長からの評価は、まあ、皆さん役に満ち溢れていまして、節度があってまともりもあってということで、極めて優秀といたします。極めて優秀、最上級の評価です。すべてを終え森田巡査は、集中してできたと思います、うん、最後なんでやっぱ、はい、思い切りよくできたと思います、はい、そして迎えた卒業式。中田教場、山本圭一郎、はい、仲間翔平、はい、森田陽平、はい、新山海、凛々しい顔で卒業です。式が終わり、最後のパレード。お世話になった教官と交わす最後の言葉。
な、不器用だったけどな、体も硬いしな。はいな、でも現場で頑張ってこい。はいな、これからだからな。はい、しっかりやってこい。はい、はいはい、ありがとうございます。実践の授業で苦労していた相座巡査は、はい、副長長お疲れ様。ありがとうございました。な、半年間頑張ったな。はい、なこれからだからな、まだな。はい、はい、引き続き頑張って。はい、はい、一生懸命ね。ありがとうございました。はい、教官の最後の言葉に涙がこみ上げます。式が終わるとそのまま配属先の警察署へ。一人前の警察官としての日々が始まります。みんないい顔して出てったんで、本当に、現場で頑張ってもらいたいと思います。もう言うことはないですね。ということで、警察学校を調べてみたら、厳しい訓練を乗り越え巣立っていくリアルな人間ドラマがそこにありました。イットがさらにパワーアップします。ピカピカの新コーナーが続々登場。あなたの知りたいそれとともに、暮らしに元気を。イット。